すみません、はい、切れてしまったんで、あの後半になります、ね、はい、ちょっとキャンプ雑談。スプレーの空き缶ちょっとないんですよ。あ、催涙スプレー、あれ、ね、あ、どっか行っちゃって。別に大丈夫ですよ、はい、空き缶持ってくればよかった。催涙スプレー舐めてました。熊よけとか空き缶よけのですね、ペッパースプレーっていうのをいただいたんで、それを使い切ってきてくれということで、噴射してきたんですね。で、まあ、結論から言うとあれ 2,3 メートルぐらいしか飛ばないんですよ。最も最盛期の僕のおしっこぐらいしか飛ばない最盛期、はい、最も最盛期の頃みんなやるじゃないですか、皆さんね、自分のおしっこはどこまで遠くまで飛ぶかとか、クソガキの頃大体やりますでしょ。女性はやらないと思うんですよ。男の子は大体1回やるんですよ、それね。で、まあ、思ったより飛ばねえなって、その工夫するんですよね。向いたらどうかなとかやるんですけど、まあそれの最盛期の頃ぐらいしか飛ばないんですね。ということは非常にこうクマが現れた場合、もう完全にクマの制空圏内に入っていかないと当てられないんですよ。だから本当になんか逃げる体勢を整えて逃げながらやる、うん、例えばじゃ あの端っこがそこ6メートルぐらいあるとしましょう、はいはい、6メートル先にクマが現れた、はいはい、やべえ、じゃあその辺の地面とか木とかにシュシュってそのかける、はい、あ、全然効果ないですね。全然ない、はい、あ、そっか、あれ中身がそう、中身にちょっとねっとりしたタバスコが入ってる感じなんですよ、うんうん、だからタバスコを水鉄砲でピューって飛ばしてるような感じの軌跡を描くんですね、うん、だからガスがブシャーってなるわけじゃなくて、うん、こうまっすぐ液体が飛ぶだけなんですよ。だからうまく命中させないといけないし、命中させた瞬間興奮して、ね、やつらが野生の勘で突っ込んでこられたりしたら、それは怖いよね。そう、一貫の俺クマ時速40キロで60キロかな出るんで、正直逃げきれない。ベアグリルスさんも、はい、クマだけは恐れてましたもん。恐れてます。ヘイベアーって言ったら、そうそう、だから声出して、はい、音でだから人間がここにいるぞって知らしめて、ね、来させないようにするっていうのがやっぱり最大の防御なんですかね。そうですね、釣りとかしてると魚狙ってきたりするらしいです、うん、同じくディスカバリーチャンネル、 あれはアニマルプラネットかな、うん、ジェレミー・ウェイドっていう人が釣り避けてた時にクマが横取りにしに来て、その時はマグナムを威嚇射撃でドカーンってやって逃げたんですけど、そんなのは日本にはないので、うん、正直ペッパースプレー、そう、噴射した後に何なのかと思って赤い汁が出たんで、まさかあんな赤いと思わなかったんで、そのちょっと舐めたんですね。そしたら思いっきりタバスコっていう、そうですか。だからあれはでも本当気休めにしかならない感じがしますね。相手に当てれば、付着させちゃえば、はい、そこからの匂いで相手にダメージはいくって、目とか鼻にピンポイントじゃないと効果なしですね、うん、あれ、はい、そうか、そうですね、なるほどな。だから目、鼻、多分目潰したぐらいだと生き物は鼻で来るんで、うん、目、鼻、口、全部に当てて、しかもクリーンヒットさせてやらないとかもしんないっていう感じですね。目あたり、そうだね、あんまり肉食動物目頼ってないらしいんで、匂いとか気配とかそんなの当てにしてこられたら一撃でやられちゃいますね、なるほど、まあ、人間には効きますあれ。あ、そう、人間には効きます。人間、じゃあ例えば、はい、よく娘が彼女が心配でっていうお客さんいるんですけど、はいはい、じゃあ催涙スプレー、じゃあこちらありますよと、その前に大体走って逃げることを勧めるけど、そうですね。じゃあスプレー、もしストーカーに追われて2人っきりしかいない暗闇の道だ、はいはい、女性が催涙スプレーを使うとき、はい、どうやって使ったらいいと思いますか。警告するべきです、一度。はいはいはい、で、警告してる音声はできれば録音しておく、ね、多分あれ失明します、目入ったら。あ、なるほどね、はい、そのぐらい強烈なものですね。人間だったら口、鼻、目、なんだっけな、一応解説上、はい、害は後遺症とかはないっていう
う説明されてますけどね。あの、わかんないです。あれは多分あの、なんて、あの表面の角膜がただれる白内障ぐらいにはなると思います。でちょっとかかって目に汗とかで垂れただけでも、もう、あのとんでもない話になるんで。確かに。タバスコ目薬代わりにしてください。その通り。はい、うん、でタバスコだってどうせ人体に害はないよっていう説明ってあると思うんですよ。まあ食い物ですからね、うん、ところがじゃあ本当に目薬のようにタバスコを、ね、入れたら、入れた方が悪いっていう話です。絶対何らかのこう後遺症かなんかになるなりますね、一度やっぱりこう警告するべきです、うん、あともう一つ、あのスプレーってセーフティーがついてないんですよ、うんうん、だから箱から開けてポケットに入れておくと、うん、うっかりやると出ちゃう、うん、であと噴射側と押す側の前と後ろが分かりづらい、うん、だから女の人が、はいはい、俺やだ自分の方に飛んでくるかもしれない。そうですね、その辺こういろいろ気をつけた上で、うん、まあ持っとく。そうですね、気休めですね本当に、うん、至近距離でやられたら相手の方が素早かったら取られちゃうわけだし、はいはい、そうだよね。まあ、あんま飛ばないって言っても、うん、僕が全盛期の頃のおしっこぐらいは飛ぶんでそのぐらいの距離でやる、はいはい、相手がひるんだ隙に逃げるというのが、はい、決して、屈服させるまでやろうとしないいいことをですね、うん、もうなんかゾッとしますもん、あんななんか目とか鼻とか耳とか入ったらと思うと、うんうん、なるほど。まあ売る側の我々も十分ちょっと気をつけて取り扱い、ね、販売をしていきます。一回落っことしたんですよ、ここカフンってやばいと思ったんですけど、ちょっとへこんだだけで漏れなかったんです。そういう、はい、なんかちょっとした気になっちゃうもんね、はい、だから催涙スプレー持つんだったらやっぱそれなり の専用のポーチなんかも持ってたりするのでいいと思います、うん、一緒がいいかなと思います。それがいいと思います、はい、じゃあそんなわけで、キャンプお疲れ様でしたっていうとこですか。楽しかったです、はい、僕も LINE 楽しかったです。今日は撮りためた写真とデータをお出ししますので、はいはい、じゃあそれわけで、キャンプ帰りのホワイトベース二宮さんでした。はい、どうも。俺が俺にオンデマンド。マジで？マジで？怒られた。